まいさん、ゲストご紹介ください。川越貴子さんと増崎克美さんです。おはようございます。おはようございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしく。川越さん、どうでした？先々月で出ていただいて、反響とか。もうすごいですね。もう私もびっくりして、やっぱりこう全国放映っていうのはすごいですね。そうです、もうテレビの力ってやっぱすごいんですよ。そうですね。あとは大ちゃん、はい、大ちゃんのこの笑顔、はい、すごくね、あの私も助けられてます。 ありがとうございます、はい、もう笑ってるに越したことないですもんね。そうですね、はい、先生だって笑ってますもん、ずっと。そう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 、ね、です昔はここだ、ね、川越貴子さんの作詞作曲ということで、今頑張っていらっしゃるあなたの女にしてくれますかの、ね、松崎克実さんが今日は来ていただいてて、はい、まあ、クラウンレコードの大先輩でありますからね。雑草の歌手でございます、はい、います。先輩役どうですか、あの川越貴子さんを見て。いや、でもね、あの今回の曲はいいんじゃないですかね。ああやってね、はい、誰でもノリがいいっていうか、あの、なんていうの、やっぱりタイトルは、はい、斬新ですよね。あなたの女にしてくれ。そうですね。この指はいやらしいですけど、それはなくてもいいですから。そうですね、朝の番組なんで気をつけて。歌いやすいんですよね。はい、あの、そうですね、リズムからだから。そうですね。うん、はい、だから、津軽の花嫁みたいな感じの曲調ですね。あ、はい、うん、ね、よろしくどうぞお願いします。わかりました。はい、歌われててどんな感じですか？そうですね、イントロからノリがいいんです、はい、だからもう自然と体が動いてね、うん、はい、こんなに体が動いていいのかしらと思うぐらいね、うん、はい、もうリズミカルに歌いました。はい、はい、あの、自分は中川博之先生の弟子でね、うん、はい、で先生から最初に教わったのは、歌手っていうのは唯一言葉の喋れる楽器なんだと。そうですね、そう言われたんですよ。はい、だからやっぱりその今のリズムに乗って歌えてるということは、一つのバンドのみんなとは調和ができてて、音楽を、まあ、日本語の言葉の喋れる唯一の楽器をちゃんとこなしてるってことです、はい、いいですよね。だからそう、本人ご本人がなんかつまらなさに歌ったりとかリズムで取れなかったら、そのやっぱりその歌は良くないですよ。そうです、ね、聞いてる方にもそれを伝わりますね。マイさんね。そうですね、うん、気持ちよく歌えるんです。はい、いいですよね。歌い終わった後、歌ったっていう感じ。いいですよね。あなたの女にしてくれますか、ですからね。はい。じゃあ早速歌の方ね、お聞きしたいと思います。はい、川越貴子さんです。あなたの女にしてくれますか。川越貴子さんで、あなたの女にしてくれますか。
いただきました。いいですね、はい、楽しいですね。リズムもあるし、ね、いいですね、はい、楽しいです、すごく。もう先生にお会いしてね、はい、最初に会った時の先生は怖くて怖くてね、もうここが歌いづらいけどなんてとても言えない状態でした、はいはい、でも今はもうすぐに泣きますね感激して泣く、はい、嬉しくて泣く、はい、もうすごい変わったんだなと思ってね。きっとですね、大人になったんですよ。大人になったんですねそうだね、売れない、ほら期間が長いから、まあ、苦労された助けながらなるからね、はい、やっぱりね、はい、歓迎しますよね、はい、でもやっぱりそうですね、お弟子さんができたりいろんなね、その自分の曲が歩いてくれてるようになると、うん、なんとなく心の中でね、やっぱり歌ってもらえるってことが感謝だね。そうですよね、ありがたいですよ ね、 そうですね、作家としてはね。そうですね、ありがとうございます。いや、と思いますよ、はい、ね、この歌を大事に、そしてたくさんの皆さんにね、聴いてもらえるように、ね、そうですね、頑張っていきます。そうですね、はい、先生少しでも恩返しをしないと、はい、そうですね、はい、さあ、松崎克実さんの今頑張ってる曲は10年前に発売された。そうですね、渋コリーだ、今年で11年目になる。はい、そうですね、リグダルもね、ありがとうございます。なんかこのいいこう景色の中で、うん、まあ、ギターの感じがいいですよ。見てくれたんですか。そう、もう間違い、ね、渋ってのは昔からのね、コンビニとっていうかね、はい、すごい歴史がある街なんですね。そうですね、明治時代のね、そうですね、貧しいとこでしたけど、うん、今はね、観光地になってます。そうです、素敵なとこですね、うん、だから、はい、ぜひ秩父をちょっとね、はい、こういう歌で売り出したいと。まあ、もちろんそうですね、うん、頑張りましょう、ね、はい、今日の最後はですね、秩父恋歌、松崎克実さんの歌でお別れしたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。思い出すたびこの目が濡れる、遠いふるさと山や川、秩父夜祭り山田市大根、母に連れられいた日が夢の夜の間に、また